Thank you.
イバックツアーなんですが、今日はですね、できるだけたくさんの私たちのスマイルを、みんなに曲に変えて届けたいと思っているんで、最後まで一緒に楽しんでってください。それじゃあ続けて聴いてもらいます。 Desire。Yeah.
Thank you.
ありがとう。スパイシーワーズは聞いてもらいました。ですね、久しぶりにやる曲何曲か続けて聞いてもらっているんですが、次の曲もですね、3枚目のアルバム Desire から聞いてもらいます。 Peep and Tom
歌セーラムを聴いてもらいました。ですね、今回のスマイルバックツアーですね、本当に半年ぶりのライブツアーなんですけれども、今日はまあ3月3日ということでひな祭りなんですが、ですね、95年に入って、今、2月とちょっと、過ぎたところなんですけれども、ね、本当に、たった2月だけなのに、今年はもうなんかいろんなことが、過ぎてしまったような気がしているんですけれども、まずですね、大晦日ですね、ここね、エッグマンの、12月31日、オールナイトイベントにですね、ギターのゆきちゃんとですね、セッションライブをやったんですけれども、まあ、その時の話をちょっとするとですね、王道坊主というバンドのリズム隊と一緒にですね、デボラ・ハリー率いるブロンディというバンドのカバーをですね、ブランディという名前で、やったんですけれども、まさきるシャイだからね、あの人はね、それでですね、それがまあ12月31日朝までやってですね、でまあお正月、まあ年を越してですね、で私は、1月の14日に、誕生日が来てしまったんですけれども、でまあ一つ年を取ってですね、で、そのね、ちょうど3日後になるんですけれども、阪神大震災起きたんですけれども、今回のね、このスマイルバックツアーの、初日に予定されていた神戸チキンジョージ、やっぱりこの地震の影響で、中止になったんですけれども、最初ね、地震が起きたばかりの時に、神戸チキンジョージどうしちゃったんだろうとか思って、スタッフの人とか無事にしてるのかなと思ってかなり心配をしていたんですけれども、うちのね、スタッフの人でまあチキンジョージのスタッフと仲良くしている人がいて、でまあ、地震のそうだな4日目ぐらいかな、ちょうど、20日後かな、ここでやっぱり、ハーレムコレジャーズっていうのがあった時にですね、その日に、なんとか、電話で連絡が取れてですね、とりあえずは無事に避難しているということが分かって、ひとまず安心したんですけれども、まあね、その日一緒に対バンやる予定だった、レディースバンドの子たちとか、まあ、連絡取る術もなくですね、今頃どうしているのかなと思って、まあ、心配事は尽きないんですけれども、でですね、まあ、で今回大阪の方に行ってきて、でちょっと前の日に、大阪にしていたんで、実際にですね、自分の目で、確かめてみたいなと思って、そのスタッフに頼み込んでですね、その人神戸、まあ、知り合いもいっぱいいて、土地にも詳しい人だったんで、実際に自分の足で、歩いて、場所としてはですね、チキンジョージの周辺、神戸三宮のあたりと、あとは、一番、火事のひどかった、長田区ですね、あの周辺をですね、いろいろテクテクと歩いてきたんですけれども、まあ私はね、普段あんまりテレビとか見ない方だったんですけど、今回のこの震災のニュースはですね、ずっとずっとなんかこうテレビ見てしまわないつもりでもつい見てしまってですね、ずっと見ていたんですけれども、まあ映像で見るのよりももっともっとね、やっぱり実際の場所って寒いしね、でなんていうのかな、もう長田区の方って焼けちゃったところだから、すごくもうなんかその辺あたりやっぱりちょっと焦げ臭かったりとかするのね、でその匂いとか、あと本当だったらね、商店街があって、その横にきっとちっちゃいちっちゃいお店とか昔ながらの家とかがダーってあった工事なんだけど、その辺がもう一面焼けてしまって、もう見渡せてしまうんですよ。普通なんか密集してる商店街なんて見渡せるわけないのに、もうダラッと見渡せてしまってですね、一面のこの瓦礫の山の中にですね、至る所にお線香とかお花とかお供えとかしてあってですね、本当に次々といろんなところにあったんですけども、でずっとそこを歩いていって、その中にね、なんか何にも人も、まあ、当然通ってる人とかはいるんだけど、その何、瓦礫の山の中、そこはもう至る、もう一面だから誰も人がいないんですよ。で
そこの中にね、なんかきっとそこで昔飼われていたんだなっていう猫が戻ってきて、なんかずっとそこに座っててですね、まあ、その前にはお花とかあってですね、まあ、帰ってきたんだなと思って、なんとなくものすごく、印象深かったんですけれども、まあね、実際に、まあ、テレビで見たりしながらいたんですが、やっぱりその現場に行ってみてですね、すごいね、長い時間かけて人間が作ってきたものが本当にあんな短い何日かの間でどん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 失われていってしまって、で本当に、ね、人が一生懸命長い時間かけて積み上げてきた町とか、家とかもちろん、ね、財産とかもあるし、一番まとうと人の命とかね、すごいたくさんのものが短い時間の間に失われていってしまって、でもそのね、失われていったものの中に、それの中に負けることなく頑張ってね、生きていこうとする人たちのエネルギーとか、その弱みにつけ込んでね、すごい悪事を考える人のすごいそういう悪意とか、あとそのなんとか助けてあげられないかって、いろんなとこから集まってきたね、ボランティアの人のあったかい気持ちとか、あと逆にですね、なんか社会のすごい矛盾っていうか、なんか不条理っていうか、そういうものとか、あとまあその中でもね、なんか生まれていく命とかね、ちょうどそのスタッフの人、知り合いの人、火事じゃないな、地震の中一生懸命歩いていってですね、でもう生まれる寸前だったらしいんですけど、歩いていって、で避難して、その2日後か3日後に出産したらしいんですけども、なんかね、そういうすごい生きていくことのね、なんか難しさとか厳しさとか、あったかさとか、でもエネルギーとか、そういうものをその場に行って改めて考え直させられました。被災者の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。それでですね、私たちベルベットパウもですね、このベルベットパウという名前を名乗ってからですね、もう14年目に入ろうとしているんですけれども、ファンクラブの皆さんには、開放の方ですでにお伝えしているんですけれども、今回のこのスマイルバックツアーをもって、私たち活動を休止することになりました。ずっとね、長いこと私たちも、バンド頑張り続けてきたんですけれども、常に考えてきたことは、一つのところにとどまることなく、いつもいつもこう前進し続けていきたいなと思っていて、でそれをまあ辛いことかとかもあったけど一番に考えながらやってきたんですけれども、今自分たちのね、もっと先の未来を見据えた時に今のままの自分たちでは限界があるんじゃないかと、このまま行っても自分たちが望む未来にはたどり着けないんじゃないか、で一人一人が別々になって別々のところで、力をつけてまた一緒になれたらいいねと、そういうことで活動を休止しようっていうことになったんですけど、もちろんね、まあ、みんながみんな同じ意見だったわけじゃなくて、まあ、私なんかは、どうしてね、バンドなのにバンドを続けながらもう一個の他のところでも力を蓄えてそれをこう還元しながらやっていくんじゃいけないのかなとか、あとバンドっていう5人だから5人で迎えた壁はみんなで乗り越えていかなかったら、なんかそのバンドに次に来る新しい未来なんてあるのかなって感じたりもして、もちろんこういう提案があった時に、他のもちろんメンバーとかあとスタッフの中にも今ずっと頑張ってきてここでね活動を中止するべきではないっていう意見もあったんですけれど、逆にバンドだからこそ、まあ、一人でもそういうふうに思って、意見が違う以上そのまま良い状態でバンドを続けていくことはできないなという考えに立って、で私たちは、今活動を休止することにしました。もちろんね、私たちが活動を休止するしている時にももちろんそれぞれは、いろんな動きがあると思うんです。一人になって改めて考えることとか始めることとか、逆にしばらく眠りにつくメンバーもいるかもしれないし、ただ、まあ、ベルベットパウっていう枠を離れて一人になって改めて、
自分を考え直した時にですね、今ねここで平和に自分が音楽ができるということに感謝をしながら、悔いのないように明日を選んでいきたいと思っています。今ね私たちベルベットパウが、眠りにつくということは、次にね、素晴らしいより良い朝を迎えるための、プロローグなんだと皆さん信じていてください。でこれからは一人一人みんな違う輝きを放ってですね、でも歩き続けていきます。なので皆さんこれからもぜひ応援してください。じゃあ今日はですね、そのベルベットパウが眠りにつく前の最後の夜になります。みんな最後まで一緒に楽しんでてください。アフタースクール。
Thank you.
Thank you.